たちの勝ちだ。これとんでもないぞ。一番うまいかも、肉の中で。心からオッケーです。レイセイレイセ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 イ、ありがとうぴょんぴょん、最高、ラビット。北海道満喫旅やで。さあということで、はい、汚い雪のアップから来ましたけども、はい、北海道にやってまいりました。札幌です、札幌。えい、はい、すすきのど真ん中の、駐車場、すすきのど真ん中駐車場で撮ってます。ちょっと今朝の10時なんですけど、はい、もう自由です。今日はもう自由だ。出た、高橋さんのなんかキャラのやつ。札幌 is freedom、すすきのイズフリーダムっていう感じよ。そういう感じやね、うん、だからもうどこ行ってもいい。マジで札幌行ってもいいし、うん、もう帰るのも自由だなんな、札幌イズフリーダム、こんなんやったっけ。そんなんだったよ、忘れちゃったよ。なんだっけ、高橋さんの犬広志の、毎回忘れてる。だから本当何してもいい、マジの。なんか久しぶりですね、 YouTube でこう外で。確かに外出てで、マジのノープランロケです。それはもう初めてやしね、うん、そんなことするのは。なんか水曜どうでしょうやってるみたいな気がしてきた。確かに本当そうやね。ディレクター一人よってさ、本当ノープランで一緒だよね。北海道で水曜どうでしょうやん、これ。そのサムネになるようなことを起こしてほしいなと。ああなるほど、はあ、そのいわゆるハプニングが欲しいっていうことで。ハプニング、はあ、こんな感じのことができたらいいなっていうので、一応例ね、例題ね。起こしてほしいハプニング例、はあ、すすきので反社の人に絡まれ札幌の街を逃走はてな札幌大バイクファンにもみくちゃにされ大怪我大怪我してる。大怪我はしたくないよ。ぼったくり海鮮丼の店で大喧嘩、警察が来たぼったくり海鮮丼嶋佐が雪で滑ってたまにあるけど高すぎるとこ、嶋佐が雪で滑って骨折も気合でロケを続ける。いやいやいや、番組とかならいいですけど、俺自分の YouTube で骨折したくねえわ。これめっちゃ悪い。屋敷腕時計に飽きたらず時計台を買おうとして揉めるって書いてる。めっちゃおもろい。いや、はがき職人はがき職人やったのこんなもん。じゃあどんどんその時間の許す限り行動していきましょうよ。そうね、そうね。まずはやっぱ飯、ここはやっぱ今2泊3日の3日目なんですよ、うん、衝撃の。何も食ってない、北海道っぽい飯。バタバタしてる。初日2日目ってお前、昨日なんてカップ焼きそばとカップラーメンしか食ってない。昨日もうあんま間がなくすぎて、すごいやつよ。だ飯はマスト。まあグルメはね、何食べたい、マジで。今市場とかやってるのかな。海鮮いけるな、俺海鮮がいいな。朝やからね、まだ。うん、市場近いのから分かんないです。何も調べてないです、あえて。ツイッターとかで聞いたら送ってくれへんかな。聞いてみよう今ね。うん、今聞いてみて、どの辺って言えばいいんやろ。なるほどね、今できたら海鮮、美味しい海鮮、うん、まあカニ、うん、そして行けたらジンギスカンも行っちゃいたい。なるほど。もう魚と肉、うん、もう今まで200分取り返したい。嶋佐、そのタラバの足で屋敷と喧嘩とかすんなよ。タラバの足で屋敷と喧嘩、サムネにもならねえよ。なんすかそれ、タラバの足で。あとなんだろう、海鮮と。俺はスープカレーも食べたことないから食べてみたいんやな。そんなもん腹いっぱいよ。肉くらい食いたくない。でも飯、肉は食いたい。ジンギスカン、ジンギスカン。あとは飯以外は何があるんですか。抜きやろ。抜きは恥ずいな、行きたいけど。飯以外は、抜きはでも時間がかかるわ。うん、飯以外はね、あ、札幌吉本にちょっと顔出すことができます。え、札幌吉本に近いんですか。なんかこの辺りらしいけど、ね、あ、タクシー10分ぐらいですけど、じゃあそれは軽く行きましょうか。それはな、OK してますか。うん、
どこ行ったらいいんだ。一番嫌な雪。屋敷なんて三重の子だからもう雪なんか珍しいだろ。まあね、でももう大人なんて全然好きじゃなくなりました。昔はめっちゃ好きやったけど。ちょっと市場の方行きましょう。どっち市場？いや知らんやん。知らないよ。歩き出してるやん、知らんのに。市場がちょうど待たないで同じ日やけど。何にも分かってへんのに歩き出してるやん。あ、なんでかい公園はあるね。あ、でかい公園はある。でかい公園めっちゃあるやん。あ、これ雪祭りとかやるとこかな。違うんかな。はあ、誰も情報くれんわ。やっぱこの二条市場だ。二条市場。二条市場こっちやで。あ、違う、こっちまっすぐ佐藤水産。あ、札幌二条市場。市場行きます。二条市場こっち。二条市場行きましょう。でじゃんけんで負けた方があの食べられへん。だるいってマジで。おもろくない。おもろくない。 700m ある。タクシー乗る？走ろっていうか、マジで。え？あ、おごりね、男気。おごじゃん、おごじゃん。あ、ただただまっすぐや。朝から、っていうかもう金何も使ってへんから、北海道って。確かにな。そうか。ジンギスコンも食べたいな。ジンギスカン食いてえな、マジで。本当はスミレとかも行きたいんやけどな。ほんまやん。なんで？成人？ああ。え？成人？こんな時期なの？あ、北海道もしかしたら遅いんかな。雪でできひんとかで。成人式ですかね。え、今日って祝日？祝日じゃないですか。下手したら。今日祝日？月。全然違う。きたねえ雪だな。確かに。食うか、ジャン負けで。いやいや、マジで体壊す。信号多いね。信号多い。一通多いね。一通と信号だらけ。これ5番の目みたいになってるやつ、ね、車バリ不便よ。車めんどくさい。これ知ってないと、これ大回りとかしがちだね。信号多いんだよね。嫌な雪。汚いね。汚い雪見てください。汚ね。歩きずれし。一回でも市場行く。一回市場行きますか。うん、みんな二条市場って言うわ。市場で燃えんだろ、魚屋さんと。やっしょ、燃えんの。どういうこと。何や、燃えんすか。どんなバラエティ見てんねん。あ、腹減ってきた。めっちゃ天気めっちゃいい。止まるな。うん、タクシーもね、スッス行かへん。ツイッターで聞いちゃってるけど、町の人にさ、いいとこないっすかみたいな。ああ、もうあんまり良くない、そういうの。確かにね。一般人とはもう喋りたくない。サンドさんとか聞くぜ、ちゃんと。いやいや、もう あ、また汚い雪です。なんなの。雪見たことねえのかも。汚い雪の方がやっぱ通りたくなるね。なんで汚い雪にそんなテンション上がってる。これ何？なんだこれ。え？何これ。珍百景です。
ほんとだ。なにこれ、滑り止め。はぁ、自由に持ってってるのこれ。どういうこと、なにこれ、1.5 キロも入ってる。説明足らんて。わからん、なにこれ。空き袋ここに入れるんやろ、上もね。これなにこれ、誰かに聞くんじゃないのこれ。塩カリ、滑り止め用に お使いください。巻くやつじゃないのこれ、道に巻くやつかな。ああいう時誰かに聞いてるよ。いや、一般人と喋りたくない。変わりましたわ。ここにあるもん、ほら。どこにでもある、めっちゃある。絵描いてる。勝手に巻いてへんかな。やっぱ雪溶かすやつでしょ。違うんかな。溶かすやつ。でも滑り止めって書いてある。あれじゃん。ちゃうか。あれじゃない。市場っぽい。違うかな。青いやつ。あの雪かき手伝うか。雪かき手伝い。いや、なんかほっこりほっこりロケにしようとしてるよな、さっきから。一般人との触れ合いの。あのテレビはね、ちゃんとお約束してるから。いや、そうですよ、ピンマイクついてるんですから、テレビだったらあの人に。ガチンコ直した。あ、なんかすごい、二条市場って書いてる。おー、カニ市場って書いてある。行こうぜ、行こうぜ。あ、カラスだ、カラス。カラスだ。疲れろ、お前。でっか。うわ、怖っ。でかいね。来ました。汚ねえな。うわ、すごっ。すごい、すごい。雪の壁だ。ことないぞ、テレビで雪見て汚いっていうやつ。すっごいっすね。すげえ。ここが市場か。それだ。市場もいっぱいありすぎて。近かったの。それこそ大丈夫？また、うん、高くて味普通の海鮮丼とかあるんじゃない？いっぱいあるやろうな。それこそこの中でも。いや、でもここのゾーンはもう。そんな差あんのかな。うわ、腹減ってきた、腹減ってきた。ここでいただくでしょ。いいね。うわ、めっちゃあるやん。あ、もうほら、くせえもん。ね、魚の臭いっていうか。その言い方があるの。あ、これはいいよ。ミキさんが来てくれました。え、じゃあ、一回だけ編集でやってみたいわ。じゃあ、見つけたら。ははははは。被害者もちょっと正面だ。